はい、ローガンラガンズの原宿メモリアル、はい、今日は何回目でしょうか。842回ですね。お、842、うん、この数字にちなんで何かを表現していただけるということで、はい、なんかねこの間ねすごく胃が痛かった。胃が痛い、胃が痛かった。なんか、うん、野賀地君は胃が痛いイメージがあるね、うん、山根君ですか僕はマルコさんのね、はい、で歯、ああ痛い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 、ああ、ああ、ああ、死にそう。あ、胃はあんま関係なかったよね。歯、うん、死にそう。歯、死にそう。死にそう。うん、お、染まったみたいな。うん。なるほど。はい。じゃ今日も参りましょう。ローガン・ラガンズの原宿メモリアル。今日あれですね。あの前回と、うん、今日と2回撮りですけど。うん、はいはい。テンションがなんかもう本当にもうグダグダなテンションになってますよね二人ともね。うん、まあでもなんか面白い感じがしてますね。まあ独特のテンションというかね。はい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 、ロシエさんは、はい、奥さんはいるんでしたっけ。奥さんいないですね。ああ、そっか。じゃあ例えば彼女がいたとしますね。はいはい。で、まあ、それ僕でも家庭でもいいんですけど、うん、彼女が作ったご飯が彼女にご飯作ってもらいますよね、一緒にいたらね、うんうんうん、まあ、作ってくれる彼女がいいですよね、やっぱりね、ご飯ね、うん、まあ、うんうん、まあそういうことにしましょうよね、はいはい、うん、で彼女が作ったご飯が、うん、いただきますって言って食べたら、うん、くそまずいって本心では思ってる、はいはいはい、表には出しづらい、うん、こんな時どうしたらいいかというテーマでございますね。うん、彼女が作ったご飯がくそまずかったらどうするかと。マーチ君は、はい、まあそういう経験というか、うん、まあ、でもまずいっていう、そんなにまずいってことはないでしょう。あとね、一人料理全然作れない女性がいらっしゃいましてね、そのもう50年ぐらい前の話になるんですけど、自分前ですね、その時はなんかもう味がね、うん、しないんですよね。ああ、うん、そういうまずさはあるかもね。大、あの、なんだっけ、あのじゃがいもも硬いし、肉じゃがかなんかで、うーん、まあ無理して食べましたけどね、やっぱり。でもね、それは自分では分かんないってことなのかな。自分でも分かってる。あ、分かってんだけど、うん、とりあえず作ってあげようみたいな気持ちもあって、そうそう、だからその気持ちが嬉しくて食べたけれども、うん、てんてんてんみたいなことが、まあ、50年ぐらい前に、うんうん、前世の時にありましたけどね。はい、吉井さんその経験はないですね。ない、うん、幸せですね、うん、家庭でいいですよ、はい、本当。じゃあそんなまずかったらどうすればいいのかと、ね、あからさまにまずいって言いたくないじゃないですか、まずね、見えないですね、人間として、彼氏としてとかじゃなくて、うん、かわいそうだもん ね一生懸命作ってくれたら、もうそれだけでもうありがとうってしたくなる、うん、それが野賀心。でも長いね、うん、人生、まあ、夫婦とかだったらね、はいはいはい、やっぱ言ってあげた方がいいんだろうね。夫婦だったらお前こんなもの食ってられるかブーってするんですかねまあそういうよりは、まあ、これが長いからね、あの、うん、きちんと正してあげる方が、優しくね、うんうんうん、教えてあげる方がいいのかもしれませんけど、うん、でもなんだろう、そういう時って、うん、そもそもそういう女性を奥さんに選ばない気がする。なんか結構ほら、うん、料理できるって一つのなんていうの、うんうんうん、その要素っていうか最低限なことっていうか、うん、別に美味しいとか、うん、特別美味しいじゃなくて最低限できるみたいな、うんうんうん、ね、気がするわけですか、うん、はい、はい、うん、どうします。まあ直接言うとやっぱ傷つくと思うので、うん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 、食べている時に、はい、まあ、こうテーブルで多分こう向かい合ってとか食べたりすると思うんですけども、うん、ま、遠い面ですね、はいはいはい、まあこの机の下で携帯電話でメールを打って、うんうん、件名まずいって送るとかねだってペラルンテンテンペラルンテンテン何かしらみたいな、目の前にいるんだけど、うん、まずいみたいなでもほらなんていうの、うんうんうん、恋人といる時気使って、うん、携帯見ない人とかいるじゃないですか。あの場合通じない、まあ、そうだね、うん、じゃあまあ一口食べてで、うん、まあ、まあ、もうお腹いっぱいだいろんな意味でお腹いっぱいってそれ間接的ですけど言ってますよね、しっかりね。ダメかな、うん、でも実はね、私すごい、はい、あの答えをね、うん、持ってます。お、楽しみだ。これはね、食べるでしょ、はいはい、ああ
これは未来の味だね。これは今の人類にはまだ早いかもしれない、うん、っていう未来の味。そう、うん、これは今の人類にはちょっとまだ早いんだけど、まだ現代たどり着いてない味ね。そう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 、だから別にまずいとか、まずいとかそういうことじゃない、ま、なくて今 の、うん、あの人間にはちょっと高尚なものすぎて、うん、ちょっと口に若干合わない部分もあるけども、うん、まあ、これは多分将来うまいって言われるものだよって、ちょっと先取りしすぎちゃったね、うんうん、って言ったら、でもその子調子乗りません、あ、私未来人なのみたいな。そうかもしれないね、うん、まあ、でもこれは傷つかないんじゃないかな、まあ、傷はつかないけども勘違いしてしまう可能性も、うん、あとはね、はい、こう食べながら、うん、これうめえなうめえなって言いながらずっとこぼし続ける、うんうん、実際食べないというね、でもまあずっとこぼし、うん、ぶーうめえうめえうめえってずっとこぼす、うん、みたいな、うん、ほう、だからあの食べたいんだけども、うん、食べ方が上手ではないがために食べられないっていう体にするんです。自分が悪いってことにするってことですか。そう、うん、本当は相手が悪いかもしれないけどね、うん、まずくはないから、まずくはない、食べ方ができないだけなんです。はあ、うん、まあでもそういう、でも間接的にしか知りようがないですもんね、うんうん、まあ一番いいのはね、はい、まあ、多分人づてなんだろうね。人づて、うん、要するに自分が言っちゃうところはもう直接だから、うん、はい、なんか間接的になんかその奥さん、例えば友達とか、うん、夫の友達とかさ、うん、とか言われる方がまだいいじゃない。あんたのご飯まずいらしいよ。まあ、まずいとまだ言わないけどあんまお気に召さないらしいよ、うん、そう、なんか好みが実は違うらしいよとか、あ、そ、まあ、そのぐらいだったらいいかもしれないな。間接的にね、自分が言うよりは。やっぱあれですか、掲示板とかに誰々の友達そういう風に言っといてとかに返ってくのが一番いいんですかね。ツイッターとかね。そうね、うん、静かの料理まずいなうとか書いて最悪誰だ静かってね。でもまあそんな風にしていくしかないんですかね、うん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 、まあやわりと伝えるのがいいんでしょうね、うんうん、でもまあこんな風に言ってますけど、僕大抵の料理美味しい美味しいって食べますから、うん、はいはい、あんま味にうるさい目じゃないですね。ないですね、作ってくれることが何よりも嬉しい、うんうん、というとこですから、はい、はい、というわけでございまして、本日はですね、彼女が作ったご飯がくそまずかったらどうするかとはい、いうお話でございました。お相手はヨシとノガッチでした。ありがとうございました。